滋賀県米原市サメ貝。ここはかつて中山道サメ貝宿として栄え、江戸時代には140軒もの本陣や宿があり、今でもその風情を残しています。このサメ貝は豊かな水に恵まれ、街道沿いには美しい水をたたえた地蔵川が流れています。この地蔵川は豊富な湧き水を源流とし、平成の名水百選にも選ばれました。また水中に小さな梅のような花を咲かせるバイカモは、季節になると多くの見物に訪れる人々でにぎわいます。そのサメ貝宿からほど近く、渓流沿いに山あいを抜けたところにサメ貝養豚場はあります。明治11年に琵琶湖の固有種ビワマスの繁殖を目的に設立されたサメ貝養豚場は、今日まで一度も途切れることなく継続されてきた日本最古の養豚場です。総面積およそ19ヘクタールの養豚場内には大小さまざまな池が80個ほどあり、魚と触れ合ったり魚について学んだりすることができます。その中でも人気のエリアは、場内に設けられたさまざまな体験コーナー。ここではマスへの餌やりや魚釣りなどを体験することができます。釣った魚はその場で食べられるのも楽しみの一つです。最近ではルアーフィッシングの人気エリアとして、関西、東海エリアからも年間を通じて多くの釣り人が訪れます。また近くにはマス料理を楽しめるお店のほか、地元のお土産が買えるサメ貝水の駅もあります。子供から大人まで楽しめる自然豊かなサメ貝養豚場にぜひお越しください。